あなたを輝かせる心の目覚まし、天使のモーニングコール講座です。今日は皆様に大川隆法総裁の心の指針という詩編の言葉がありますが、その言葉の中に悟りの奥義というタイトルの言葉があります。こちらを紹介させていただければなと思っております。で、心の指針は天使のモーニングコールの本放送の中でも月に1回必ずこの心の指針を取り上げて放送させていただいております。この悟りの奥義というものもすでに放送しておりますので、またぜひこちらの本放送もお聞きいただきたいなと思っております。公式ホームページを開けていただければ聞けるようになっておりますので、また改めて聞いてみてください。で、今日このチャンネルの中でもまたこの悟りの奥義というものを取り上げて皆様にお伝えさせていただきたいと思います。では、この大川総裁の心の指針を読んでみたいと思います。心の指針、大川隆法。悟りの奥義。ある人が悟りの奥義を教えてほしいと夢の中で尋ねてきた。それがわからないから仏教学も哲学も2500年間ガラクタの山を築いてきたのに。かのヘルマン・ヘッセは20年間仏教の勉強をした。彼はゴータマをブッダとし、年若い自分を投影したシッダールタというもう一つの人格を小説に書いた。前半は早く書くことができた。ただ自分の人生を投影したシッダールタを第二のブッダに書き上げるには長年を費やしても届かなかった。当然といえば当然すぎることだろう。仏教の知識は学べても、自分に悟りの体験がなければブッダになった自分は描けない。生活スタイルの形だけ真似てもすぐに人には見破られる。恐るべきである。自分では悟りの中身が分からなくても人には悟っていないことだけは見破れるのだ。愛しても執着してはならない。知っただけでは霊的に生きているとは言えない。反省しても自尊心、名誉心は捨てられない。発展が破滅への失踪となることもある。正しさが世界を分断するとき、あなたの居場所はどこにあるだろうか。さあ、こういう心の指針です。この心の指針をスーッと読んでなるほどという方はよっぽどの方かなと思われます。それぐらい非常に難解であるし、また悟りの奥義というふうなタイトルがついているだけに、その悟りの深い世界をこういった短い言葉で表された大川総裁の非常に重要なお言葉だというふうに私自身も感じております。ある人が悟りの奥義を教えてほしいと夢の中で尋ねてきた。総裁の夢の中で出てきた人だと思います。多分あの方だと思いますけども、ここではあえて申し上げません。悟りって何ですかっていうことを聞いてきたわけですね。それが分かんないから2500年間仏教学、哲学というものもガラクタの山を築いてきたんだということですね。で、ヘルマン・ヘッセという小説家がおりますけれども、おられましたけれども、シッダルタというタイトルの小説を書かれております。読まれた方も多いのではないかと思いますけれども、彼も20年間仏教の勉強研究をずっとしてきたんだということですね。で、その若き日のシッダルタ、悟りを求めて苦行をし修行してきた、そこまではスッと書けた、けれども、ブッダになってからいわゆる悟りというものを開いた学者になってからはなかなかその本質までたどり着くことができなかった、それはそうでしょう。大川総裁の言葉によれば、まさに今の
人類の歴史の中で最高の悟りを得たのがブッダ釈尊であるというふうにも書かれておられます。ですのでその釈尊の悟りまで到達できる人は誰一人いないんだということが言えるわけですね。ある意味では釈尊の魂の本体部分にあたる大川隆法総裁エルカンタでのご本体意識しかその悟りを凌駕することはできないというふうに言えるわけですね。さあ問題は何かというとこの悟りだということなんですが、悟りとは一体何なのか、ということですね。で最後の言葉に正しさが世界を分断するとき、あなたの居場所はどこにあるだろうか、こういうふうに言われております。正しさが世界を分断するってどういうことなのかということを考えてみたいと思います。私自身の解釈ではあるんですけれども、この正しさが世界を分断するというのは、この地上において人間は生きてます。数十年生きるわけです。80年、90年、100年生き、そして必ず人間は死を迎えます。死んだ後どうなるか。何にもなくなる。もう無の世界になる。であれば構いませんが、真実はそうではありません。あの世の世界、霊界世界に人々はこの肉体を脱ぎ捨てて、そして霊として魂として赴く世界があるんだということですね。そしてその赴く世界というのは、その霊界世界というのはどうなっているのか、細かくいろいろ分かれてはいるんですけども、大きく分けて天国という素晴らしい世界と地獄という厳しい暗い怖い世界が分かれます。これがいわゆる正しさというもので世界が分断されるということの意味でもあるわけなんですね。ですので正しさというものを体現した霊存在は天国に帰ります。しかし正しさではない悪というものを体得してしまった、自分のものにしてしまった霊は地獄という世界で厳しい仕打ちを受けなければならないというのが仏教の根本的な思想でもあるわけなんですね。で、仏教の中に、こういう言葉があります。諸悪莫作、修善不行、自浄五位、是諸仏教という言葉があります。仏教とは何ぞやというふうに聞かれたときに、ある修行者が諸悪莫作だということですね。それは何かというと、悪というものを捨て去ることだ。そして修善不行、これは善を選び取り、その善を行使することだ、善に生きることだということですね。つまり悪を捨て善を取るということを信条として生きること。そして自浄五位、自浄五位というのはその中においてさらに自分の心を清らかにしていくことという意味です。で、是諸仏教、これが仏教だという意味合いの言葉があるんですね。これがいわゆる仏教で説かれる悟りの本質というふうに言ってよいと思いますし、悟りの奥義がこの中に簡潔に示されているというふうに言ってよいと思います。そして、その善を悪を捨て善を取るということを続けることによって、この世で死を迎え、あの世に帰るときに正しさというものを通じて世界が分断される世界に全ての方々が赴くんですよ、行くんですよということなんです。ですので悪を自分のものにして生き続けた時には未来は恐ろしい世界へと向かっていくことになるんだ。だからそういう不幸な
未来社会に行かないように、不幸な人生をあの世において送らないように、この世において正しさというものを身につけて生きるべきですよ、ということを教えたのが仏教であり、宗教の本来の在り方でもあるはずなんです。そしてもちろん幸福の科学でも大川隆法総裁が説かれる教えというのは、まさにこの教えを世界中の人々に伝えていこうという意図でもって、たくさんの書籍が、そして法が説かれているんだというふうに考えることができるわけなんですね。だからいろんな悟りはあると思いますけども、もう簡単に言うならば、正しさとは何か、悪とは何かということを明確に知ることです。そして、悪を自分のものにしないこと、捨て去ること、そして善を自分のものにし、善に生きるということをすること、そしてさらには心をピカピカに磨いていくということ、清らかな心、こういった心で生きていけば、間違いなく天国という素晴らしくて幸福な世界に変えることができるということを保証してくださっているということでもあると思います。さあ、この悟りの奥義という心の指針は、幸福の科学の信者であれば、また他にもいろんな解釈の仕方があるんですけれども、今日は本当に入り口として、人間としてどう生きるべきかということだけをお伝えさせていただきました。その正しさというものをちゃんと知るということが大切なんだということを、ぜひ今日このチャンネルをご覧になられた皆様にはご理解していただければなというふうに思います。で、皆様の中で正しさって何なんだ、何が正しくて何が悪なんだ、そんな基準どこにあるんだ、みんな世の中見れば何が正しくて何が間違ってるかわからないじゃないかというふうな疑問を持たれる方もいらっしゃると思います。当然だと思います。なので大川隆法総裁は3150章を超える書籍を出し続けておられるんです。この書籍が何が正しくて何が間違っているかということを明確に示された基準が書かれているんだということです。しかも現代に生きる、近代社会に生きる私たちが分かる正しさというものを示されております。そしてさらには、地球神、地球の最高の神であるエルカンターレが考える正しさ、悪というものを示された書籍が幸福の科学で出されている書籍群になるんだということを自信を持ってお伝えさせていただきます。ですので、必ず私たちは死を迎え、あの世に帰ります。その時に素晴らしい世界に帰るために、生きているうちに大川総裁の書籍を学ぶということがどれだけ大切かということも、このチャンネルを通じてお伝えさせていただこうと思っております。世界中のすべての方々がこの地球神エルカンタレの法を学び、そして死後の世界も地獄という暗くて辛くて苦しい世界ではなく、天国という素晴らしい世界に帰れますよう、主エルカンタレに祈念申し上げたいと思います。ありがとうございました。